日本においてもがんの放射線治療は着実に受け入れられてはいるものの、欧米で6割近くのがん患者が放射線治療を受けているのと比較すると、日本では2割から3割にとどまるということになっておりまして、千葉大学のこの治療装置についての映像が公開されて、こんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。今日も動画を始めたいと思います。今日は放射線治療について、お話をしたいと思います。千葉大学で MRI というものと放射線治療を組み合わせたものについての、記者発表がありまして、ちょっと面白いなと思いまして、それについてご紹介したいと思います。日本でも2018年に98万人が癌に罹患しており、2019年には37万人が癌で亡くなっており、日本の死因の第1位となっています。癌に新たに診断される人が100万人と申し上げましたけれども、放射線治療を受ける人が年間30万人近くになっています。日本においてもがんの放射線治療は着実に受け入れられてはいるものの、欧米で6割近くのがん患者が放射線治療を受けているのと比較すると、日本では2割から3割にとどまるということになっておりまして、まだまだがんの放射線治療が一般的に行われているとは言えない状況となっています。放射線治療において大切なのは、がん細胞に確実にそのビームを当てることになります。今回千葉大学で面白いのは、 MRI という磁力を使って体の内部を映し出す画像診断と組み合わせた放射線治療の装置を新たに導入したということです。放射線治療をするためには、前もって体内のどこにがんがあるかというのを画像で可視化する、見えるようにすることが必要になるんですけれども、その画像に基づいて治療を行うんですが、前もって撮った画像と実際の治療の時の状態というのは変わりますので、治療の時にはその状態に合わせて微調整する必要があります。その千葉大学は MRI という磁力を使ったシステムによって、治療中のがんの位置を見定めて、そこを狙えるようにしています。その画像を使って2次元や3次元でがんの場所が分かって、そこに放射線をピンポイントで当てられるというのは重要なんですけれども、これ特徴的だなと思ったのは、 MRI という磁力を使った画像診断になりますので、これ CT では膀胱や大腿骨という太ももの骨の付け根の部分や、前立腺とか直腸というこの大腸の出口の肛門に近い部分を映すことが苦手なのに対して、 MRI だとその組織の違いを映し出すことができるので、こういった部分のがんを狙い撃ちすることがより容易になるということなんですね。がんっていうのは、その柔らかい組織が異常に増殖する、そういう性質を持ちますから、そういったものがその正常組織と境界がなかなか見えづらい中で治療するということを考えると、そういう内臓の組織のその柔らかい部分のその違いが分かるっていうことが非常に有利に働くなというふうに感じました。今回そのスウェーデンのエレクタ社が説明するには、この MRI と治療装置を組み合わせた装置が得意とするのは、前立腺がん、直腸がん、あと転移がん、肝臓がん、体の内部の軟組織腫瘍と呼ばれる柔らかい組織のがんを治療するのに有効だということです。放射線治療は呼吸などに合わせて体の中で時間とともに動く臓器に対しての治療にはあまり向いてないと考えられていますけれども、このエレクタ社が言うところによると、この体の中心部分に近い肺がんや、あと膵臓がんといういやいやちょっと動きやすいがんに対しても、今回の治療装置の適用ができるかどうかという研究を進めているということです。で、実際この千葉大学のこの治療装置についての映像が公開されていますけれども、このように一般的なその MRI 検査で使われるような見た目で、それで
まあ、体を固定した上で、装置の中に入って、でそれで治療をしていくという、そういう形になっています。これまさにその検査を受けるのと近いような検査を受けるのと同じような形で、がんの放射線治療はやっぱ日本ではまだ普及が進んでいないと考えられていますけれども、着実に治療実績も積み上がってきて、より評価が高まってくるのではないかなというふうに期待できます。今日は千葉大学で新たに導入された放射線治療について紹介しました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様の評価が参考になりますので、高評価低評価どちらでも構いませんので、下のボタンを押していただけますと幸いです。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画を継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンも Thank you.